ヨーロッパ言語共通参照枠あるいは CEF、フランス語、キャドリー・ユーロペン・コミューンでレファレンス・ポアーレ・ラング、スクとは、ヨーロッパ全体で、外国語の学習者の習得状況を示す際に、用いられるガイドライン。1989年から1996年に、かけて、欧州評議会が、ヨーロッパ市民のための言語学習プロジェクトを、推進した際に、 ヨーロッパ言語共通参照枠がその中心的な役割となった。ヨーロッパ言語共通参照枠の目的は、ヨーロッパのすべての言語に適用できるような学習状況の評価や指導といったものの方法を提供することである。2001年2月に、Common European Framework of Reference for Languages, Learning, Teaching, Assessment が出版され、 各レベルの細かい定義が記載されている。書記表はそれに基づく表。2018年2月に改定され、スフルコンパニオンボリュームウィズニューディスクリプターズでは、A1C2 までの6段階を基本としつつ、プレ A1、A1、A2、A2、B1、B1、B2、B2、C1、C2、アバーブ C2 の11段階に区分している。 各レベルの定義なども細かく改定された。この表は、スフルのレベルを、各言語の語学検定と比較したものである。2021年1月中旬に行われる、令和3年度大学入学者選抜から実施される、大学入学共通テストにおいて、聞く、読む、話す、各の4技能を適切に評価するため、文部科学省から、 大学入試英語成績提供システムへの参加要件を満たしている資格、検定試験とスフルとの対象表が発表されている。ただし、トイック L&R、トーイック S&W については、トイック S&W のスコアを2.5倍にして、合算したスコアで判定する。ありがとうございます。